うわー、なにこれ、ビリヤニ、うまそうだわ、ね、ビリヤニって何？ビリヤニ食べたことないの？ない。作れるよ。マジで？作ろうか。マジで？ Hello, I'm in Ekane Tasty Studio de Aji. Good balo. You can prepare simply chicken biryani in only three steps. レシピをいろいろ教えてもらったんですけど、スパイスは今結構今スーパーでいろいろ売ってるんで、ギャバンのスパイスを使いたいと思います。はい、じゃあ、僕のインドの親戚に、はい、本場のもうリアルなレシピを聞いてきたんですけど、スーパーに売ってるようなスパイスでレッドのためにパパッと作れる時短ビリヤニを紹介したいと思います。わがまま聞いてくれてありがとう。チリパウダー、ターメリック、ガラムマサラ、ローリエ、クローブ、ブラックペッパー、シナモン、ヨーグルト、時短ということでもトマト缶を使います。玉ねぎも茶色くなるまで炒めて使うんですけど、今日はもうフライドオニオンを使っちゃいます。鶏肉ですね。すりおろし生姜です。すりおろしニンニクですね。あれ、一番大切なのなんかカレー粉とかいらないですか？これカレー粉は使わないです。カレー粉は使わない。カレー粉は邪道。邪道。邪道。でまずはチキンを、鶏肉を漬け込んでいきたいと思います。はいはいはい。しっかり味をつける。そうですね、やっぱこう一番美味しくするための下準備なんで大事なことですね。はい、鶏胸肉ですね。鶏胸肉。鶏胸肉。すりおろした生姜とニンニクを入れていきます。まず、はい、生姜。ターメリックですね。ターメリックといえば黄色い粉ですね。いい匂い。で、入れすぎるとちょっとえぐみが出ちゃうんで、まあ少なめで。超慎重。いや、怖い。チリパウダーですね。やっぱ辛みを出すための。チリパウダーどのぐらいですか？はもう辛くしたいだけ。トマト缶はまあ肉がこの量なんで半分ぐらい。半分。はい。ヨーグルトってなんかよく使いますよね、インド料理。使いますね。カレーとかにもなんか。やっぱちょっとこう酸味も出ると、はいはいはい、やっぱこう味がまろやかになるんで。そう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 。このままナゲットにしてもうまそうだな。よし。いい感じに混ざりました、ね。はい、これって何使うんですか？これはお米と一緒に。そう、これもちょっと忘れててんけど、はい、これも一緒に入れちゃいます。あ、入れるんですね。まあ、玉ねぎ1個分ぐらいを目安に。このまま食べても美味しい。あ、美味しい。塩も大体まあ小さじ1ぐらい入れちゃいましょう。あ、絶対美味しいやつじゃん。ビリヤニッツ、ビリヤニッツ、ビリ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 ヤニッツ。じゃあこれをつけてる間に米を炊いていきましょう。めっちゃ食べてる。今回のビリヤニって日本米というかジャポニカ米でも大丈夫なんですか？でも作れないことはないんですけど、作れないことはない。やっぱりちょっとこうベチャっとしちゃうんで。ベチャっとなっちゃう。できればいつも僕は持ち歩いてるジャスミンライス。どこでも出せるように。どこでも出せるように。そんなシチュエーションあるかわかんないけど。炊く前に重要なのがちょっとこうスパイスを炒めて香りを。スパイスを炒める。香りをちょっと出すんですね。さっきちょっと紹介忘れてたんですけど、バターも使います。で、まあ、油もちょっと入れちゃいます。まあ、今日この大体2人 2,3 人分ぐらい作るんで、はいはいはい、それに合わせた量。あ、香りが出てきましたね。じゃあ水を入れていきましょう。はい、水はどのぐらい入れましょうか？米が炊ける分だけあればいいんで、大体2リットルから3リットルぐらい入れていきましょう。で、さっきのジャスミンライスを、はい、ちょっと水に浸してます。おちょっとこう最初に水を吸わしておくことでこう、はいはいはい、よりふかふかになる。なるほど、慣れさせるんですね、はい。今回レシピをいただいたインド人 のおばさんは結構料理が得意な人なんですか？もうそうですね、もう最近なかなか帰れてないですけど、帰るたびにもうだいぶいろんなごちそうを作ってくれて、はい、へー、すごいですね。インドは結構そういう家庭の役割がきっちりしてて、そうですね、男の人はなんかその女の人が料理作るからといって家で何もしないわけじゃなくて、うん、買い物とか結構男の人がいる。右手でしたっけ、食べるの？右手です。そう、左手は不浄の手。不浄の手。不浄の手。でいい感じに沸騰してきたんで、はい、お米を入れていきたいと思います。はい、もし炊飯器で炊く場合は、うん、普通の分量で普通のお米と同じように炊いてもらっても大丈夫です。鶏肉と合わせて煮込むんで、はい、ちょっとまだ硬いかなっていうぐらいまで炊いていきます。了解です。米を炊いてる間に、じゃあもうこっちを肉を炒めていきます。はい、またちょっとこう油で炒めて香りを出していきます。うわー、結構、あ、すごい、全部いけるか。全部入れるか。はい、入れるか。
あ、すごい。はい、いけるいける。あ、いい匂い。いい。ちょっとこう水分が飛ぶぐらいまでいきましょうか。絶対うまいやつじゃん。じゃあちょっとここでシナモン投入。やっと？やっと忘れ去られてた。いい匂いだよこれ。スパイス感出したいんで、はい、ここでガラムマサラいっちゃいましょうか。あ、初めて出てきた。もうガラムマサラはどういうスパイスですか？ガラムマサラはなんかもうこういういろんなスパイスを砕いて調合されてるやつなんで、一瞬でカレーになった。どうですか料理長？めっちゃうまい。めっちゃうまいですか？ちょっと僕もつまみ食いしたいです。うまー笑っちゃう、ね、うまいんだけど、まあ、弱火で15分、20分ぐらい。了解です。グツグツいきます。15分ぐらい経ちましたかね、はい、いい感じかな。わー、インドのあのパンなんだっけ。ナン。ナンじゃない、丸いやつ。チャパティ。チャパティとかね、チョンってやつ食べたら美味しい。チャパティの方がみんな家で食べるんですよね。あ、そうなんですね。インドはチャパティ朝昼晩食べますからね。マジで。向こうの人ってすごいやっぱこう食べさせてくるんですよね。まあ、嬉しいんですけど、そうそうそう、朝起きてまだ眠たいのに朝からチャパティ5枚ぐらいこう積まれて食べる無理みたいな。あ、お腹いっぱいとか言ったら、え、病気とか言ったら結構水分、ね、水分飛んできた感じですね。そうそうそう、ちょっとドロッとしてきたんで、じゃあ米を入れていきます。ライス、こんな感じで、はい、パラパラ具合。すげえ、今のよく手で掴めたわ。あー、いい感じ、いい感じ。で、この時にそのおばさんも言ってたんですけど、あのやっぱ潰すとべちゃべちゃになっちゃうんで、はいはい、こう絶対潰さないようにこうふわっと。でこれでまたちょっと煮込みます。ちょっとあのこれがもう最後の工程、ちょっと頑張って。これで終わり、まあ、10分ぐらい。30分。10分。びっくりした。これを、まあ、軽くふわっとふわっと混ぜていきます。あ、まんべんなくではなくて、これもやっぱやりすぎるとこうべちゃっとなっちゃうんで。わー、いいわ。盛り付けお願いいたします。パクチーの葉っぱでもいいんですけど、はい、今日はあの今なかなかパクチーが手に入らないんで、ミントで今日は完成です。はい、めっちゃうまそう。多分実際こうテンポよく作ると1時間かからないぐらいで、ね、そうそうそう、できるかなと思います。本当ありがとうございます。ちょっと先に食べますか。もうお腹が、はい、お腹が空いて。いただきます。うまー、いつも食べてるカレーの味ではないけど、カレーの味。わかる、言いたいこと。じゃあ、いただきます。どうする？うまい。まばらな感じがちょっとこう、そう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 、インドっぽいですよね。インドの、おいしいおいしい、インドの文化みたいな。うまいこと言った、ね、ビリヤニは宇宙ですから。ビリヤニは宇宙。ありがとうございました、はい、うまい。今回のビリヤニは普通のスーパーで売っているものだけで本格的な料理ができるのかという、再現できるのかという検証でしたが、他にもこういう料理を作ってほしいなどという意見があれば、コメントの方どしどしお願いします。はい、この動画が面白かったと思ったらいいねとコメント、そして登録ボタンを押してください。おいしいビリヤニありがとうございました。ではまた。バイバイ。ありがとうございます。